アトランタの戦いは南北戦争のアトランタ方面作戦の一部として1864年7月22日にジョージア州フルトン軍アトランタのすぐ南東で行われた戦闘である。この方面作戦の最後を示すような戦闘名ではあるが実際には作戦の中間で起こりアトランタの陥落まではまだ6週間を要した。アトランタ方面作戦では ウィリアム・シャーマン少将が西部戦線の北軍を指揮した。この戦闘の北軍主力はジェームズ・マクファーソン少将の指揮するテネシー軍だった。マクファーソンは行動が素早く攻撃的だったので、シャーマン、そしてユリシーズ・グラント中将のお気に入り指揮官だった。テネシー軍には参考軍団があり、第15軍団はジョン・エイ・ローガン少将、第16軍団は グレンビルエムドジ少将及び第17軍団はフランク・ピーブレア・ジュニア少将が指揮した。この戦闘につながる数ヶ月間南軍のジョセフ・ジョンストン将軍は優勢なシャーマン軍に対して交代を繰り返してきた。テネシー州チャタヌーガからジョージア州マリエッタまでの鉄道にずっと沿って同じ行動が何度も繰り返された。ジョンストン軍が防御的配置を取ると シャーマン軍は南軍防御陣の側面に回り、そこでジョンストン軍が再度交代した。出坂カの戦い後のジョンストン軍の撤退に続いて、両軍は再度、ケネソーさんの戦いでぶつかったが、南軍の指導層はジョンストンが勝てる機会がほとんどなかったにもかかわらず、北軍と戦うことをためらうジョンストンに不満だった。かくして1864年7月17日、 ピーチツリークリークの戦いの準備をしていたジョンストンは指揮官を解任され、ジョンベルフット中将にすげ替えられた。フットはピーチツリークリークでシャーマン軍に襲いかかったが、大きな損失を出して失敗した。フットはそのはるかに無勢な軍隊で二つの問題に直面していた。一つ目はアメリカ連合国の大変重要な鉄道拠点であり、産業の中心でもある。 アトランタ氏を守る必要があることだった。二つ目はその軍隊が巨大なシャーマン軍に比較して小さいことだった。フットは市内に引き込むことにして北軍に前に出てきさせようと考えた。マクファーソン軍はディケーターからアトランタの東側に接近していた。その間、フットはウィリアム・ J ・ハーディ中将の軍団に北軍の左側面に回り込ませ、 ジョセフ・ホイーラー少将の騎兵隊は、シャーマン軍の補給線近くに進ませて、ベンジャミン・チーザム少将の軍団に、北軍正面を攻撃させた。これは、ストーンウォール、ジャクソンの傭兵を想起させる動きであり、うまくいく可能性があった。マクファーソンは正確にその左側面に対する脅威を想定して、予備隊である第16軍団を送りそこを強化させた。 ハーギ軍団がこの軍団と遭遇して戦闘が始まった。南軍の初めの攻撃は撃退されたが、北軍の左側面も後退を始めた。この頃、マクファーソンは戦闘を監視するために馬で前線に行き、南軍不評の銃で撃たれて戦死した。ポッターハウスの前の防作と、坂もぎ、アトランタ、1864年南軍の 主力前線はこの時 L 字型をしており、ハーディ軍団が L 字の底辺の横棒、北軍正面を攻撃するチーザム軍団が縦棒だった。これはうまくいけば、北軍を取り囲む形になって、戦闘に勝利できる大変うまい戦術だった。ハーディの攻撃は、北軍が再編成して、前線を保持したために立ち往生した。一方、チーザム軍団は、 北軍の前線を突破したが、シャーマンがその作戦本部近くにあった20門の大砲を集中させて、南軍を砲撃させ、ローガンの第15軍団が編成し直して、南軍を撃退した。北軍の損失は3641名であり、南軍は8500名だった。 これはすでに勢力が落ちていた南軍にとって気の遠くなるような損失だったが、アトランタ氏は保持し続けた。シャーマンはアトランタ氏に対して包囲船を敷き、市内を砲撃するとともに、市の西と南のメイコンから来る補給船を遮断する襲撃隊を送った。最終的に8月31日、シャーマン軍がジョーンズバラでメイコンからの鉄道を占領し、南軍を ラブジョイ駅方向に押し込んだ。ジョーンズ・バラの北軍は夜中アトランタから爆発音を聞くことになったが、これはフットが翌日アトランタから兵を退くために補給庫が北軍の手に落ちないよう破壊していたからだった。9月2日、アトランタ市長、ジェームズ・カルフーンの委員会で北軍の肩を持つ市民であるウィリアム・マーカム、ジョナサン・のアクロス及びエドワード・ローソンが、 北軍ヘンリー・スローカム少将の参謀であるタイにあって死の降伏を申し入れた。シャーマンはワシントンに電報を打ち、アトランタは我々のものであり完全な勝利だと伝え、9月7日には市内に作戦本部を作り、そこに2ヶ月間滞在した。市民全員にも退去を命じた。それから軍隊は地上にあるすべての建物を焼き、 シャーマンの海への進軍と呼ばれることになる東方への進軍を始めた。アトランタの陥落はその政治的影響で特に注目された。1864年、アメリカ合衆国大統領選挙では、元北軍将軍のジョージ・マクレランが平和を考慮にして、リンカーン大統領に挑戦していた。民主党綱領の一部は、アメリカ連合国との休戦を要求していた。 この急戦が実現しておれば戦争が再開される可能性は非常に小さかったであろう。しかし、アトランタの占領とフット軍が退散の時に主要な軍事施設を燃やしたことは北部の新聞で大きく報道され、著しく北部の士気を高めた。リンカーンはかなりの差をつけて再選された。アトランタの戦場跡は現在市内居住地と商業地になっており、 戦闘の歴史を伝える表示がわずかに残されているだけである。2004年に戦闘から140周年を記念して、インマン公園の近傍に2つの標識が建てられた。L 字型の戦線は大まかに現在のリトル5、ポイントと、週刊高速道路20号線の間のモアランド、アベニューが南北の線であり、週刊高速道路20号線は東西の線で、 ハーリ軍団が攻撃したところである。アトランタサイクロラマには戦闘の絵画と博物館が入っている。ありがとうございます。